ちょっと一回消していいですか？なんかコメントがつかない。コメントは何見れない？バグですか？よいしょ。なんで？あ、できた。なんか前髪がさ、すごい薄くなっちゃって、ちょっと調子悪いんですよ。お疲れ様です、こんばんは。前髪伸びた。切らないと。ストーリー見ました。本当に？こぼしちゃった。お腹すいた。お疲れ様です、こんばんは、こんばんは。なんか大したものではないんですけど、ティザー的な感じで少しだけお見せしようってキリと決めて、練習動画を切り取って少しだけオリジナル曲を載せたんですけど、うん、いかがでしたでしょうか。めちゃめちゃお気に入りの曲で、あそこの部分だけでもめちゃめちゃキャッチーな感じだよね。バスちゃんこんばんは。こんばんは。オーマイガー、オーマイガー。今日は服着てるんですね。寒いからね、服着てます。姉さん、姉ちゃんこんばんはってする？おいでおいでおいで、かわいこちゃんおいでおいで、なんで姉ちゃんおいで、こっちおいで、こっちこっちこっち、逃げられた。公開嬉しいです。ほんの100分の1ぐらいだけ公開したので、ぜひ皆さんイベントに来てください。おいで、かわいこちゃんおいで、よいしょよいしょよいしょ固まる固まるね、めっちゃ。星ありがとうございます。インテリさん、お久しぶりです。お腹すいたよ。この時間でお腹すくのもなぜ。あ、こんばん。動画かっこよかったよ。本当に嬉しい。チーズタルトです。
な見てくれましたか、ストーリーにあげたのダンス。どこやって、初見です。ナイスツーミッチュ。はじめまして。かすみと申します。ぜひインスタグラムもフォローしてください。こんばんは。今日いつもとなんか顔が違う。最近なんか顔が違うんだけど、なんでだろう。ラーメン食べたいな。今日さ、お昼寝してたらなんかさ、小中学校の友達に会いたいのか知らないけど、めちゃめちゃ最近夢に出てくるのよ。小中学校の同じ部活やってたメンバーがめちゃめちゃ仲良くて全然会ってないんだけど、その子たちが最近超夢に出てくるので、その子たちが夢に出てきて Uber Eats をクラスでめっちゃ頼むっていう夢を見て、お題は先生持ち、先生持ちで Uber Eats を自由に頼んでいいっていう夢を見て、ハンバーガーと味噌バターラーメンを頼んだの、あとピザとか、その夢を見ちゃったもんだから、もう起きた瞬間に Uber Eats したくてしたくてしたくてたまらなくなって、ウーバーしました。ハンバーガー食べました、誘惑に負けて。あとはラーメンが食べたい、味噌バターラーメンが食べたい。この間ヒジュと夜ご飯を食べに行った時に、ちっちゃい一人前とかじゃなくて超ちっちゃい味噌バターラーメンみたいな北海道の頼んだんですよ。それがなんかチープな感じだったんだけど、めちゃめちゃに美味しくて、それが忘れられず、味噌バターラーメンが食べたい。ラーメン食べたい。お腹が空いてしまったよ。なんか目の調子が良くなくて、目がなんか見づらい。なんでなんだろう。晩ご飯まだだからラーメンしようかな。まだなの？ぜひぜひそばたラーメン食べてください。かすみの分も食べたい。痩せすぎじゃない？本当に痩せてないよ。多分加工ついてるから痩せてるように見えてるだけで、痩せたいって思ってるけど全然。かすみなんか痩せたって言われやすい多分顔してるんだよね、シュッとしてるから。だから多分痩せたって思う日はむくみが多分ない日だと思います。そうじゃない日は割とむくんでる日。うーちゃんむくんでるかむくんでないかだと思う。ラーメン食べたくなってきた。ラーメン作りましょうか。みんなラーメン食べたくなっちゃったね。味噌バターラーメンか一蘭を食べたい。味噌バターラーメンか一蘭。でも今味噌バターラーメンですな。ちょっとだけ太い縮れ麺にコーンにバターに最高。つけ麺がいいです。かすみつけ麺苦手なの。オリジナル曲の振りはかすみさん考えたの？いや、オリジナル曲の振り付けはちゃんと振り付けの先生が作ってくれてます。かすみとひじでこういう風にお願いしますっていうのを提出して、それに基づいて作ってくれました。こういうのをモチーフにしてこういうテーマなのでこういう感じでって、初めてこう振り付けをねちゃんとお願いしたというか、自分たちの意見を出したので、すごくすごくいいやりがいがありました。与えられたものをパッとやるだけじゃなくて自分たちも参加するっていうのは気持ちがいいですね。横山由依ちゃん卒業アップしましたね。そう、
それを今日聞きました。ひじかの小山ゆいが、ゆいちゃん卒業発表お疲れ様ですね。お疲れ様ですね、出方変なね。お疲れ様でしたって、お疲れ様でした、お疲れ様でした。全然会ってないな、小山。卒業発表したって聞くと、自分が卒業発表した時を思い出しますね。卒業発表する時って自分とスタッフさんと、あと限られた数人のメンバー、まあ、自分が言うか言わないかだけど、自分が言ったメンバーだけ知っているっていうドキドキが、あとはみんななんか、ね、その場で聞くことになる、あのドキドキ感ですよね。次の道に向かって。女優さんって書いてあったよね。見ました。東北メンバーもね、遠くてもしかしてみんな初代卒業しました、横ちゃんで、そういうこと。そうだよね、かすみ、あかりん、つむぎ、ななちゃん、ひじ、横山だもんね、とナギちゃんだけだもんね、北海道。そういうこと？すごいね。お腹すいた。もう今最悪、もうラーメンのことしか頭がない。今味噌ラーメン、味噌、いや味噌ラーメンじゃない、味噌バターなの、バター。大事なのはバター。味噌バター、怖い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 、ピョンするの、ピョンするの。味噌バターラーメンのことで頭がいっぱい。普段絶対食べないんだけど、夢の中でバターだったんだよね。味噌バター、うーじゃん、リンクチリンク、皆さんお疲れ様でした。キムちゃん、キムちゃん、卒業決めてから公表するまでの期間がしんどいって言ったけど、やっぱりしんどかった。え、どうだっただろう、どうだっただろうって変な、どうだっただろう、どうだったろうか、どうだっただろう、どうだったろう、どうだったろう、かすみ、どうだったんだろう。しんどい、うん、しんどいっていう感じはでもそんなに感じなかったかもしれないな。あ、公表するまでか、そうだよね、公表するまで、確かに公表するまではしんどいかもしれないね。確かに公表しちゃったらめちゃめちゃ気持ち楽になるけど、確かにするまではしんどかった。誰に伝えれば、スタッフさんに伝えるのもさ、しんどいしさね。あ、15分経過しますよ、20分ぐらい、スタッフさんに伝えるのもあれだし、メンバー、あ、怖い怖い、感電しちゃうよ、うちゃん。仲良かった子たちとかに伝えるもんね、あれだし。
髪型好きです。なんか髪の毛縛ってる方が好きって言ってくれる人が意外と多いかもしれない。なんか前髪がお風呂上がりみたいになってる。うーちゃん、うーちゃんを捕まえたいと思います。おいしょ、うーちゃん、うーちゃん見て、うーちゃん見て。嫌なの、あ、嫌なの、やだ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 、はい、あーイケメンちゃん。寒いから最近一緒に寝てます。お布団の中にね、来てくれるのね。あ、気持ちいいね、見て見てこの顔、気持ちいいって。おい、幸せそうなこの顔見て、もう見て、うーちゃん可愛いスタンプ送ってくれたよ。うーちゃんはね、顔をなでなでされるのが大好き。うーちゃん寒がりだからね、うーちゃんもストーブの季節なんですよ。たまらない、このつば臭い匂いがたまらない。出遅れた、だってしっぽさん、お久しぶりです。あったかい、うーちゃん、あったかい、あったかい、うーちゃん。苦手ですか？でも暑いよりマシだよね。ありがとう、かわいこちゃん。暑いよりかは全然マシだけど、寒いのはね、朝がね、しんどいよね。朝起きた瞬間、本当に寒い。私ね、抱っこされてた。曲をさ、かすかに口ずさんでしまう時があるからちょっと危ない、ネタバレになっちゃう。なんか私もほんと人と会わない限りほんとお酒飲まないから、それをなんか付き合いで飲むぐらいでしかなくて、ほんとにお酒弱い人は分かると思うんだけど、飲まないとほんとに飲めなくなるのよ。ほんとに飲めなくなるの。だからちょっとなんか飲まなすぎてやばいなと思った時に、ちょっと一人でさすがにちょっと飲もうと思って、飲みたいとかじゃないよ、ちょっと飲もうと思って一缶だけ買って、おつまみ買って家でこの間飲んだんですよ。外で飲む機会がないから。でも一人でさ飲むとなんか、なんだろうね、あ、そう、おつまみがある。一人で飲んだらなんか、一人で酔っ払って、一人で寝て、すごくなんか虚しかった。謎な、家で一人酒する人ってどういう風に飲むんだろうね。私にはなんか謎すぎて、それ以来一人酒はしてないんだけど。なんかピスタチオがあった気がする。ピスタチオがありました。ピスタチオ大好きなの。
ほんと美味しいよね、ピスタチオって。なんか謎の味じゃない？ピスタチオ食べたことない人に説明するとしたら謎の味なのよ。私豆って基本苦手で、あ、なお、あ、豆って基本苦手でかすみ、枝豆ぐらいしか食べられないんですけど、ピスタチオは2番目に豆の中で好き。このなんかさ、しょっぱさとこの出汁の味が本当美味しいよね。お酒に合う合わないじゃなくて普通に美味しい。うん、謎の味。ピスタチオアイスなら食べてみたい。ピスタチオアイスってあんまりさ、美味しくなくないですか？ピスタチオはこの塩のピスタチオが一番おいしい。何かに加工されてる。あ、またあんまり好きじゃない。これでラーメン食べたい気持ちを紛らわして、ラーメン食べたいな。味噌ラーメン食べたい。うん、これたまに殻に隙間ない時あるよね。本当に あ、これは隙間大きめ。食べてる場合じゃないんだよ。おすすめは31のイベントの宣伝をしないといけない。曲を少しチラ見せしたからには皆さんをイベントに来てもらわないと。ぜひまだ悩んでるかと言いましたらイベントに来てください。やっとハロウィンイベントに行ける。おいしい。もう本当に子さんの方も新規の方もその中間の方も本当に来てほしいイベントです。だってオリジナル曲披露するんですよ。イベント当日オリジナル曲の CD 販売のサイン付け。そうしても MV とかを撮ってはないので、なんか CT っていうよりも音源を出した方がいいんじゃないのかなって思うんですよね。どうお イメージでしょうか。お思いでしょうか。休みまだ確保できてなくて、これから確保できる予定ですか。チケットはまだまだ発売するので全然でも分かんないけど、あ、で、噛んだ。かわいいスタンプありがとうございます。音源ぜひね、あすみも音源欲しい。持ってるけど、ちょっともう飽きてきた。
と飽きたので最後の1個にします。お菓子ってさ全部着色にしてほしいよね。音源欲しい。音源ぜひ。そうだよね。音源ね。さやみさんに会えるから楽しみにするね。そういうの嬉しい。久々だって。どのぐらいぶりだろう。きっと何年ぶりとかだよね。みゆきさんってみゆきさんだよね。久々に見てかすみに成長したなって思ってもらいたいですね。休み確保頑張ります。お願いします。確保できそうになかったらかすみとひじが会社に電話します。31ぐらいお願いを済ませてよって電話してあげる。チームメイトの東北オリメンがいなくなる。やっぱそういうことだよね。ヨコちゃんの卒業でオリメンがいなくなるって、オリメンとかなんか自分で言うのくらいね、初代がいなくなるってことですよね。そんなんだったんだ。時は早いものですね。久しぶりにかすみに会いたい。会いに来てください。イベントに会いに来てください。イベントはもう来週なんですね。今日 24? ってことはちょうど1週間後だよ。かすみとひじももっともっと頑張らないと。楽しみ、楽しみだな。何気に久しぶりのイベントなので張り切って、グッズもあるし楽曲披露もあるし、久々にみんなに会えるし、ハロウィンパーティーもあるし、楽しみ尽くしですね。朝早いのでみんな頑張りましょう。20分過ぎぐらいまでやりたいと思います。あと30分ぐらい。みんなに会えるの楽しみだよ。ぜひだからお友達も誘ってください。久しぶりにかすみとひじり見に行こうって、なんかあの子たち曲やるらしいよ。今回の評判が良ければ私たちのセカンド曲にもつながると思いますので、31のイベント次第ってところもあるよね多分。31のイベントに横ちゃんの卒業発表もそうだけどさ、本当に推し活って急なもんですよね。急に卒業発表する、ファンの人からしたらもうね、単押しだったらって感じですよね。何が言いたいかというと、そうハッとなる前にぜひ会いに来てくださいということです。かすみとひじももう最後だと、もう本当まあ
もちろん8の頃も最後だと思っていたんですけど、まさかこういう形でまた活動で、エマもそうだし、エマを通してこうやってまた新しくオリジナル楽曲をやることがなんかカミカミじゃない、大事な時に。エマをやれたこともめちゃめちゃすごい奇跡だと思ってるし、エマを通して応援してくれてる方がいるからオリジナル楽曲をやろうっていうことにもなったし、ね、また再会できて、あ、ごめん、また再会できてめちゃめちゃ嬉しいんですけど、今回のね、本当にこの活動が年齢的にも最後だと思っているので、ぜひ応援していただけたら嬉しいです。イベントはチェキ撮影の他にスマホでも撮りたいけど OK？ はい、いつもと同じようにチェキでも OK だし、携帯でも OK です。メンバーはマスクは着用かな。あ、そこはまだ聞いてないので聞いてみます。会える時に会わないとだよね。いや、本当にそう思う、本当にそう思います。活動してる時にこういっぱい応援しないと。私もガルプラを見て思いましたガールズプラネット、昨日で最終回だったじゃないですか。見てる人少ないかもしれないけど、あの韓国のアイドルオーディション番組みたいなやつなんですけど、昨日最終回でメンバー決まったんですけど、私の推しが2人入ってなくて、もう見ることができないんだなと思ったら超寂しい。マスミよりちょっと年齢下かな、99年生まれの子なんだけど、何回も、あ、そう、ルーチ入らなくてさ、今回受からなかったらもうオーディションは諦めてダンサーの道に進む、ダンスの先生の道に進むみたいなやつをネットで見て、痛い、これが最後って決めてたらもう見れなくなっちゃうんだなと思って、ルーチ大好きだったのに。最近マリア推しになったんですが、日々平和すぎて本当にいい子なんですね平和すぎてって面白いね。ということで私も活動頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。あ、破壊したな。友達も座ったから一緒に行くね。嬉しい、みんなも友達連れてきてください。嬉しすぎる。ちょっと大事な、今日掃除したのに。グミ食べたいな。その髪型のお写真ツイッターアップしてもらったら嬉しいです。本当ですか、漏れるかな、写真じゃあ漏れたら載せます。何も更新なかったら写真漏れなかったんだなと思ってください。お前撮ったりしたワンショット動画撮影とかあったら嬉しいな。頑張って。動画撮影ね、動画撮影やったことない、それも聞いてみよう。ねえねえちゃん、かわいいね、かわいいね、ねえ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 、ふわふわだね、ねえちゃん、かわいいね、ねえ
ちゃんがもうどん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 心を開いてくれてるっていうのが感じられて、本当に私は幸せです。今回一人で参加します。親戚の子は休みもらえなかったので。そうか、寂しいな。でも一人でね参加してくれるっていうこと自体すごいことだからね。それだけでも嬉しいです。だってカズミ一人で参加できないもん、自分だったらチキンだから。一人で来てくれるだけでもすごい嬉しい。今回はどうしようか悩み中。シンキングタイム。ティットティットティット。ぜひ悩んでる方も皆さん来ていただけたら嬉しゅうございます。かずみんこんばんは。こんばんは。あと20分ぐらい配信しようかなと思います。待ちた。ちょっとでもここで味噌バターラーメンを食べてしまったら負けだよな。ラーメン食べたい。会う機会がある時に会いに行かないと後悔しそうだよね。そうなんですよね。推し活って本当にそういうもんですよね。休みも本当にそう思いました。自分の推しが入ってなくてそう思いました。ルイチーとヤーニン入ってなかった。シャオティンは入ってたけど、中国勢が全然入ってなくて涙ですよ涙。まず9人なんて選べないよね。あんないい子たち、素敵な子いっぱいいる中で。鼻かゆ。なんかね最近ねディズニーがめちゃめちゃ見たくて、昨日ねアリスを見たんです。不思議の国のアリス。何気にちゃんと見るの初めてで面白かった。でその後にアリス・イン・ワンダーランドを見ました。そして今日は白雪姫と鏡の女王を見ました。面白かった。あと何だっけアンハサウェイのやつ、なんだっけ、なんか見たんだよね。ザ・ハッスル、すごい楽しみにしてた。ザ・ハッスルがアマゾンプライムであったのでザ・ハッスルを見ました。アンハサウェイ大好き。はじめまして、はじめまして、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。いらっしゃいませ。うわ、カップラーメンのスタンプだ。ね、知ってる。カップラーメンビッグの時間、いやビッグはね食べないですよ。食べたいけど食べません。なんか美味しい味噌バターラーメンはないですかね。なんかファンの人、あ、インスタグラムでファンの人が投稿にいいねとか押してくれたり DM を送ってきたり、送ったり DM を送ってきてくれたりするじゃないですか。全部に反応したりすることはできないんですけど、ちょっと前にいいねを押してくれた人のインスタを覗きに行って、そしたら誰だったか覚えてないんですけど、そのファンの人がめちゃめちゃに美味しそうなラーメンをめちゃくちゃ乗せてて、たまらなかったな。ぜひ美味しいラーメン教えてくださいとか、なんか野郎系とか二郎系とかは特に好きじゃない。おすみが好きなのは細麺で、こうなんかスープが透き通ってる系の
あっさりとしたラーメンが好みです。まずは女性が好きだろうなっていうようなラーメン、ローストビーフみたいなチャーシューに透き通った醤油スープに細いストレート麺とかのラーメンが大好きです。ぜひ美味しそうなところがあれば教えてください。なんかさ、年を取るとさ、まあ、年を取んなくてもこうなんか美食派みたいな人っているじゃないですか。食べログのなんか食べログとか三つ星とかさ、そういうのすごいこだわる系の人にはかすみまだ全然慣れてなくて、そんな大してこだわりがないんですよ。美味しければ何でもいいと思っちゃう。だからいつか年を取ったらかすみもそういう風になるのかなと思って、今なんかよく美味しい店とか紹介してって言われるんだけど、本当に知らなくて、人に連れてってもらって行くぐらいしかないから、自分のおすすめの店とかなんか美味しい店とか言われてもよく分かんなくて、でもそういう美味しいご飯が好きな人なんかめちゃめちゃ行きまくるじゃないですか、毎日毎日。でもいつかそうなるんかなって思ってる。28ぐらいになったら美食家みたいになってそういう店を回ってなんか、ね、そうなるんかな。ラーメンは片面派、あ、ちょい方ぐらいが好きかもしれない。でも細麺ストレートっていうのは絶対かな。東京にいっぱいありそうだけど、確かになんだよ、東京だよねそういうのって。拭った方がいいですよ。確かになんか調べてまで行ったりしないからさ。なんかラーメン食べたくなってきちゃった。今日ひたすらラーメンの話しかしてないからね。田坂さんご存知ですか？田坂さん存じ上げております。 EXILE の人ですよね。そもそも高校が タクシーの運転手が美味しいラーメン屋さん知ってるイメージ。確かに、いや、私タクシーの人とあんま喋らないからな。タクシーの運転手さんもさ、喋りかけてくる喋りかけてこないって結構両極端だよね。はずみはなんか喋るのがあんまり得意じゃないから、喋りかけてこない方が嬉しい。タクシーの中ではなんかもうじっとさ、静かにしてたい。なんか前にそう思い出したタクシーで、福島県の仕事の時にマネージャーさんとタクシー乗ったんですけど、そのでも1回しか会ったことないんだけど、めちゃめちゃ温かい、もうザ福島の人っていうおじさんで、なんと私とマネージャーに100円くれたんですよ。200円、冬の寒い日の朝ホテルに泊まってて、ホテルまで芸者に来てくれたんですけど、乗ってテレビ局まで送ってってくれたので、降りる時に寒いからって言って100円くれたの、私とマネージャーに。これであったかいの飲みなって言って、すごくないですか？運転手さんが100円くれるなんて、そんな優しい世界線あるんだっていう、感動的だったよね。すごいよね、こんなこと絶対ないよね。すごかったよ。でも福島県の人がみんなそうかって言われてそうではないんだけど、そのおじさんはすごかったね、優しかった。あったかいですよね。他
なかない。東京じゃ絶対ないよね。東京の人がなんか冷たいって言ってるわけでもないんですけど。花粉で目かゆいんだ。なかなかねできないことだよね。だって言うて赤の他人ですからね。知らない人にこれが高い豆だって、どう100円だとしてもすごい。すする TV とか結構見ました。でもさ、すする TV とか見ちゃうとさ、本当にあれダメだよね。夜中のすする TV とかさ、 ASMR とかもうダメ、止まんなくなる、食べたくなっちゃう。ラーメン食べたいな。みんなとラーメンを食べに行くっていうイベントどうですか？ラーメン屋さんに迷惑だよね。ただラーメンを食べに行く。なんかこういうイベントあったらいいなっていうイベントありますか？かすみとひじもね、スタッフさんと考えるんですけど、なんだろう、何だったら嬉しいのかなって思うけど、なかなか難しい。ネタが尽きちゃう。貸し切りじゃないときついね。いや本当だよね。ラーメン屋さんにもね、あのメリットがないとダメですからね。うちらが占領しちゃって売り上げが落ちるようだったら絶対やらせてくんないじゃん。爪は研いでるかな。あのね、うーちゃんがね、あのシャカシャカのトンネルでずっとこうやってやってるのよ。カシャ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 やってる。ボーリング大会、ラーメン、釣り、料理イベント、料理イベントもねやってみたいんだけどさ、このコロナっていう中でやっていいのかどうかっていう。キャンプ、ボーリング、寒くなってきた。寒くなってきた。サバイバルキャンプで思い出した。こないだっていうか昨日かな、昨日さ、たまたまテレビつけたら無人島のテレビ番組をやってて、日本に存在する無人島って7000ぐらいあるんだって。そのうち400、500ぐらいがもう所有地になっていて、約9割は余ってるんだって。無人島を買えるっていうのをやっていて、セレブとかハリウッドスターとかプライベートがないから無人島を買って、そこでプライベートアイランドを楽しむっていう特集がやっていたんですけど、めっちゃ良くないと思って。無人島買えるんですよ。一番安い日本の島で940万とかだったのかな。でローンを組むっていうのは一切なくて、現金一括で、島を買うらしいんですけど、めちゃめちゃ良くないですか。日本は島国だからさ、そろそろみんな島を持つ時代かもしれないね。よく田舎だとさ、うちのところもそうなんだけどさ、じいちゃんが山を持ってるとかさ、結構ありがちじゃないですか。それと一緒で、うちのじいちゃんばあちゃん島持ってんだよねっていうのが今後来るんじゃないかと。初めてこれ島欲しいなと思って、自分の無人島、そこに人呼びたい。無人島買ったらイベントできますよぜひ無人島買った誰か場所貸してください。そこでエマのイベントをぜひやらせてください。だからそこだったらさ、
海も超綺麗だからさ、釣りイベントもできる。そこでみんなで焼いて食べることもできる。一石二鳥三鳥で。ぜひ皆さん無人島をご購入されたらいかがでしょうか。回しもんみたいになっちゃった。無人島買いたいなって思った。無人島行くのに船が必要、船舶免許。でもね、船舶免許って簡単らしいよ。蓮見の知り合いっていうか、スタッフさんというかが通ってたんですけど、まあ勉強しなきゃいけないって感じだけど、そんななんか難しい感じじゃなかった。ゴミとかが流れてきそう。確かにね、維持大変ですよね。いいな、無人島行きたいな。無人島に行きたいって、あんまやっぱ人がさ、わちゃわちゃいっぱいいるの嫌だから、人が少なくて海がすっごい透き通ったりすっごい綺麗な海に行きたいな。自動車運転免許どうなった？あ、自動車運転免許はね、まだ学科のテストを受けに行ってないです。でもそろそろテストを受けに行かないと。もう全然、せっかく勉強したのに全然忘れちゃった。船は維持費が高い。あー、そうだね、買わなきゃいけないのか、借りるわけにはいかないのかと思ったら結構大変じゃない？無人島と言いつつ維持費も大変だし、船も必要。船乗りたいな。あれやりたい。屋形船乗りたい。屋形船イベントはどうですか？え、待って、めっちゃ良くない？屋形船乗ってみたかったの。でも寒いよね、この季節。寒いからでも逆にいいのか。屋形船でなんか和食とか食べたい。でも結構狭いからめちゃめちゃ人数限られるね。いいですね、屋形船イベント、めちゃめちゃいいね。うん、すごい。屋形船で食べたキスの天ぷら美味しかった。いいですね。車の免許って期限とかないの？特にないね。ないですね。でも今年中には取りたいなと思ってるけど、もう11月じゃん。そんなうまくいくかな。いかなそう。あと、なんだかんだもう少し、あと5分ぐらいで配信終了したいと思います。ということで、屋形船の話はさておき、イベントに戻りたいと思います。10月31日、ちょうど1週間後ですね。まだチケット発売中ではあるんですけれども、エマのトークイベント、あと楽曲披露、あとオリジナルグッズも出ます。オリジナル楽曲は何回も話してるんですけど、今回はかすみとひじで作詞をやらさせてもらいました。結構時間かかったのかなどっちか分かんないけど、2人でテーマから考えて、ちゃんと細かい設定もあったりして、めちゃめちゃ可愛くてちょっぴりセクシーな世界観が作り込んである楽曲です。ダンスも一から、こういうのが、こういう風でこういう感じがいいっていう提案を振付師さんにして考えていただいて、あとなんと私は今回ラップを書きました。作詞はね、まあ2人でぼちぼちやったんですけど、ラップは今回かすみが書
書いてみて、本当に楽曲披露できるのか楽しみでならないです。エマはね、もともとアパレルブランドから始まって、まあ、そっからなんかこう派生していけたらいいなっていうふうに二人で考えていたんですけれども、エマのこの今までのイベントを通してたくさんの方が応援してくれたので、オリジナル楽曲をやってみようかっていう提案をいただいて、今回このような形になることができました。本当に本当にね、さっきも言った通り、ね、最後の挑戦だと私は思っているので、もう24歳になりましたからね、個人的には最後の挑戦だと思っているので、応援していただけたらとても嬉しゅうございます。ということで11月31日ですね、ぜひ皆さん遊びに来てください。チケットが2種類ございまして、エマの、本編のイベントの方は、トークイベントプラス楽曲披露と、グッズ販売が含まれています。そっちは楽曲披露の時の衣装でやります。そこの本編の方でチェキ撮影もあります。で、本編が終わった後にアフターパーティーって言って、ハロウィンイベントですね、ハロウィンパーティーをメインにしたアフターパーティーが1時間あります。そこではファンの人とお話ししたりとか、あと私たちはコスプレしてハロウィンパーティーをするので、ハロウィンパーティーのコスプレでチェキを取ったりお話ししたりという感じになります。2つね、来ていただければいいなと思います。2種類チェキも楽しめますので、ぜひぜひ来てくれたら嬉しいなと思います。本当に本当にもうね、何よりも楽曲をね、みんなに見てほしいです。だから昔から応援してくださった子さんの皆様はもちろん、最近応援してくれた新規の皆様、その中間の皆様にもぜひ見ていただきたい自慢の一曲です。本当にこんなに携わった楽曲は本当に初めてなので、もう愛着しかない、愛しかない楽曲なんですよ。自分でね、携わるとね、やっぱり気持ちが違いますね。本当もう1週間後、ちょうど1週間後なんですけど、早く皆さんに披露できるのが楽しみで楽しみでならないです。その日まで練習も頑張りますので、ぜひ楽しみに待っていただけたら嬉しいです。あとはね、最近めちゃめちゃ寒いので、風邪をひかないようにしてください。コロナにも気をつけていただいて、私も風邪をひかないように、体調を崩さないように頑張りますので、元気な状態でお会いできたら嬉しいなと思います。ぜひ10月31日まだ迷ってるよっていう方がいたら、ぜひぜひ来てください。後悔しないイベントだと思いますので、てな感じで本日も見ていただきありがとうございました。最後にランキングを発表しますね。13位から13位、カズさん、12位モノノブさん、11位チコバルボンさん、10位ライナさん、9位ドリームさん、8位ドラマサさん、7位リオッチ、6位インテリアクータ、5位ヒデオさん、4位ユーヒナさん、3位 BPM さん、2位ヨムヤヨムヤダさん、1位エムチさん。てな感じで行きたいな。だってぜひ迷ってる方もかすみとひじに会いに来てくださるととても嬉しいです。ぜひ皆さんに新しい楽曲を見届けていただけると嬉しいなと思います。
てな感じで本日もお付き合いいただきありがとうございました。てな感じでおやすみなさい。あったかくして寝てください。バイバイ。おやすみなさい。